し。アルマくんが苦情来て、俺に苦情来てない理由なんやろ。え、俺苦情来たの。アルマ苦情来たんだ。諦めじゃない。諦め。一応防音してるつもりではいいんだけどな。俺はそれが効いてると信じたいな。周りがうるさかったりしますよ、おじさん。あ、うるさいっす。周りに行ったらうるさいっす。本当に怖い人だと思われてる可能性あります。ファミリーマンションで俺だけ一人やからな。怖い。え、この時間もうるさいの、ファミリーマンション。いや、俺だけやと思う。やばいじゃん。じゃあ別にうるさいじゃん。え、角部屋とかなんですか。角やね。ああ、まあそれでワンチャン。この時間にさせーとか言ってんの。そう、怖いな。言ってます。誰も反、誰も連絡してないです。マオジさんは角部屋。メモメモ。サコ。どうしたサコ。駅もバレてるしね。うん、その代駅ね、最寄りね、阪急ね。どんどん解除される。兵庫県山形市ね。え、ごめんね。マジのタイプは賃貸ですか。それとも現状のタイプですか。よし、行こう。頑張ろう。おめでとう。ああ、無理か。いやー、ミスったな。おっせえマジで出てくんの。かい、俺以外全員キラ引いてたって。ふざけんなよマジで。ご近所にこれいんのだいぶ怖いよな。マリオカート側もさせって言わせなかった。言わせなかったんか。マリオカートサイドの配慮。朝入ってかもしれないですよ、注意書きみたいな。刺さないで。ああいう時に犯人わかんないように入れますよね、大体。ああ。なんか入れるっていうか全体注意じゃないですか。そう、全体的にそう、苦情がありますみたいな。まあ、来ないでしょ。なんかやたら浸水するなとか思ったらやられてますね、多分ね。